皆さんこんにちは。韓国料理家のキム・ヨンジョンと申します。今日は皆さんとイカと小ネギの冷菜、韓国語ではオジゴカンヘっていうものを作ってみたいと思います。このオジゴカンヘ、小ネギとイカの冷菜は宮廷料理でもありますけれども、横お祝い料理として作るものです。意外と簡単で美味しいので、これから楽しみにしてください。早速材料です。まずスルメイカです。いっぱいなんですけれども、だいたい皆さん 150g から 200g のものを選べばいいでしょう。パプリカなんですけれども、赤だけでもいいですよ。あと黄色だけでもいいです。 25g 使いたいと思います。小ネギなんですけれども、なるべく皆さんちょっと細めの小ネギを使った方が巻きやすいと思います。あとキュウリは2分の1本 50g ですね。巻きやすくするためにこのようじを使いたいと思います。今日小ネギとイカの冷菜をつけて食べるソースの材料なんですけれども、コチュジャン大さじ1です。酢は皆さん好みでいいんですけれども、大さじ1から1.5でどうでしょうか。砂糖は一応大さじ1からちょっと少なめの3分の2使いますけれども、もちろんちょっと甘いなと思ったら皆さんの好みで2分の1まで減らすのもいいと思います。最後にはすりごまかけて終わりなんですけれども、すりごまは皆さんそのまま使うよりはちょっと潰して使った方が体的にも栄養的にもいいですので、そうに使いましょう。じゃあソース作ってみましょう。皆さんコチュジャンに酢入れます。あと砂糖入れて、皆さん砂糖がよく溶けた方がいいので、さっと混ぜて終わりじゃなくよく混ぜましょうね。にんにくおろし好きな方は小さじ2分の1ぐらい入れるのも美味しいですよ。よく混ぜていただいて、一番下に砂糖がジャラジャラ音がしないぐらいまでやりましょう。そしたらここに入れていただいて、でここでいりごま、もうこれでソース完成です。じゃあそれでは材料切ってみます。材料なんですけれども、皆さんここにイカあります。でもこのキュウリとかもそのまま半分切るよりはちょっとここに当ててみてもらっていいですか。それでイカは茹でると少し小さくなりますので、これよりちょっとちっちゃめでこのぐらいまでやりたいと思います。今日はね、ちょうど2分の1で切ってもいい感じがします。キュウリ、普通の 100g のキュウリだったら皆さんここに3等分します。それが巻きやすいと思います。パプリカも同じサイズがいいですよね。じゃあ今日は黄色も使ってみましょう。これも皆さんやっぱり今日はね、宮廷料理でかっこよく作りたいですので、長さちゃんと揃えます。このぐらいでカットします。キュウリと同じ感じで、ちょっと1センチならない程度、ちょっと細かいんですけれども 0.7、0.8 センチぐらいの幅でカットしてみます。これで皆さん野菜のカットは準備が終わりました。次は皆さん茹でる材料なんですけれども、小ネギは今日結ぶ役割、紐の役割をしますので、紐としてこれをさっと茹でて使ってみたいと思います。じゃあお湯沸いてきたので、ネギそのまま皆さん入れます。だいたいね、10秒やれば十分。じゃあ1、2、3、4、5したらひっくり返して、1、2、3、4、5、これでいいでしょう皆さん。じゃあ水で洗います。温かみがないようにちゃんと冷たくなるまで2回3回やるのがいいと思います。だったら軽く絞れば大丈夫です。こういう感じでイカなんですけれども、今日はね皆さんこの身だけ使ってますけれども、もちろん足でやっても美味しいので、今日はちょっと皆さんと足も一緒に結んでみようと思います。じゃあまた取ってカットします。皮はやっぱり今日は剥きます。皮
皮むくときには皆さんこういうキッチンペーパー使ってもいいですし、塩ちょっとつけてから焼くとよくできます。縦よりは丸くそのまま丸い繊維を沿ってやった方がむきやすいと思います。じゃあ皆さんイカも茹でてみます。皆さんイカ長く茹でると硬くなりますよね。なので見てて火が通ればすぐ出すようにしていきましょう。大体今の感じだったら1分30秒2分でちょうどいい柔らかさのイカで茹で上がると思います。火が通ったのでもう出したいと思います。ここから皆さん火傷する方いますので、火傷しないように水しっかり切ってからまた流水で洗ってみます。でこれも小ネギと一緒です。ちゃんと冷たくなるまでやりましょう。イカも茹で上がりました。じゃあイカなんですけれども、イカは皆さんやっぱり食感プリンプリンあった方がいいので、野菜よりはちょっと太めにカットしてみましょう。なので大体1センチでどうでしょうか。使いたいと思います。これは後でそのままソースにつけて食べても美味しいので、今日は口だけ使ってみます。今日せっかくケソも茹でましたので、ケソもちょっとぐるぐる巻いてみましょうか。ケソなら2つずつ切ってみましょう。でケソも3つやってみたいと思います。じゃあ皆さん巻き巻きする前に、この小ネギがね意外と絡まってるんですね。細いもので柔らかくなってますので、なのでこれ皆さんほぐしてからやると楽です。全部せっかくやっててこれほぐしたら大変じゃないですか。なのでまずこれやってみましょう。で一個ずつ、小ネギも綺麗に並べましたね。なんですけど、また一つ、皆さん小ネギも今日はねここに太いものがあります。こんなに太く立派なものがありました。でほぐしてみたらそうでもなく、またここにちょっと細いものとかもありますので、その時その時合わせた巻き方また見せます。じゃあ巻いてみます。皆さんが好きなものでいいです。あ、ちょっとさっき最初言ったちょっと太めのものを使いますね。その時ここで全部巻くと、皆さんここがねこんなに太くなるんですね。その時にはちょっと1回2回ここに入れちゃいましょう。ここから真ん中でぐりぐり回します。でここなんですけれども、手でやろうとしたらなかなか難しいです。なのでその時にはこの用紙使ってみたいと思います。四字で皆さんここにシュッ、中にピュッ、こんなに綺麗に巻きました。尻尾見えないでしょう。じゃあこれここに一つ一つ乗せてみましょう。今の場合はちょっと細い小ネギですので、このまま巻いていきましょう。それで巻く帯のバランスも皆さんが考えながら同じようになるようにすると、もっと素敵な仕上がりになります。尻尾はしっかり中に入れましょう。これで同じ感じの帯になりましたね。じゃあ皆さん盛り付けてみましょうね。せっかく黄色とか赤とか青とか入れてるじゃないですか。ちょっとバランス見ながら入れてみます。ちょっと入れといたんですけれども、実があればケソあった方がいいですよね。赤があれば黄色い隣にあるともっと爽やかでいいですよね。でこうに今日はなんかたまたま時計みたいな飾りになりましたけれども、韓国でも定番な飾り方だと思います。じゃあソース真ん中に行きます。それで皆さんの好みで好きで食べる方がいれば、自分のお皿に持ってきてかけて食べる方も多いですよ。皆さんの好みでかけたりつけたりしてみてくださいね。じゃあ皆さんこれで出来上がりなんですけれども、どうでしたか。簡単に作れますよね。はい、きゅうりとイカとパプリカあれば韓国の宮廷料理ができます。この小ネギとイカの冷菜は皆さんお祝いとか誕生日の時もよく作ってますし、あとイカには皆さんタウリン成分が多いですよね。疲れとかにはとってもいい食材ですので、ぜひ作ってみてください。皆さんまた次の動画で会いましょうね。ウリーとまんなよ。